エリザベス・キースと姉エリザベス・キースはイギリスの女性版画家。日本で浮世絵を学びアジア各地を描いた作品で知られる。スコットランドに生まれる。キースは独学で水彩画などを描いていた。1915年に28歳となったキースは東京で新東洋という雑誌を刊行していたロバートソン・スコットという男性と すでに結婚していた姉のエルスペットを訪ねて、初来日した。そこで、日本の風景や風俗が、実に、絵画的であることに惹かれ、浮世絵の技法を学んだ。以降9年間に及んだ長期滞在期間中と、1929年から1933年に、再来日をした際に、姉と一緒に、日本をはじめ、日本統治時代の朝鮮、中国、 シンガポール、フィリピン、東南アジアなどを旅行し、各国の風景や人々の極めてありふれた日常を規範画に残しており、1938年頃までに100点以上の作品を残している。キースは1917年11月22日から24日の3日間、儀系ロバートソン・スコットの会社、新東洋社から、苦笑して我慢してという風刺画集を刊行。 家族会館において一冊ご縁として、ハン会を行っている。この画集では、ヘンリー達成姿の後藤新兵、お嬢ちゃんと題された着物の娘姿のニトベイナゾ青い鳥と題された米国大使参事官のウィラー、酋長姿のイギリス大使グリーンのほか徳川家里など62名の人物が風刺を持って描かれている。このハン会は、 第一次世界大戦の最中であった当時、赤十字社主催のチャリティーとして、傷病兵救助のための義援金を集める目的で行われた。この展示会がキースにとって画家として初めての展覧会であり、同時に多くの寄付金を集めることができ大成功を収めた。1919年に三越において朝鮮半島を描いた水彩画の古典を行った時に、 キースは、版元の渡辺翔三郎と出会い、木版画の制作を進められ、同年から木版画を作り始めている。同年3.1運動の勃発直後、姉と共に始めて、朝鮮を訪れ、3ヶ月間滞在してからは韓国に関心を持ち始めた。そして、朝鮮に滞在中、キースは、朝鮮人の生活ぶりに深い興味を持ち、ソウル、元山、観光、 ピョンヤン、リンガンさんなどを旅しながら、各地の風景と風俗を主題に作品を制作した。キースは1921年9月20日と22日の両日間、ソウルのハセ天井の銀行集会所で、第1回個展を開催。1934年2月頃には三越、百貨店画廊で、第2回個展を開催したことがあり、東京においても、 朝鮮を主題にした作品で展示会を開いている。帰国の途上、米国で巡回展を成功させ、1924年にロンドンに帰郷王立芸術院で展覧会を開催した後、1926年にはパリでも開催した。ロンドンのセントラルスクール・オブ・アーツ・アンド・クラフトでエッチングなどを学び、1930年代には二度の来日を果たした。 1925年に描かれた、新版画、愛と白では、陶器店のショーケースを眺める女性が描かれており、店ののれん、店頭の染め付け、女性が刺す、ワサミや浴衣など藍色と白の組み合わせにより、日本の夏の日常の様子を巧みに捉えている。さらに店のショーケースには、葛飾北斎の西木へ、神奈川沖並浦が飾られており、キースが北斎の藍ずり、 富岳36系を強く意識し、また、北斎のことを敬慕していたと思われる。また、1928年にはアメリカにおいて展覧会を開いている。キースの作品は、優れた描写力と原色による新鮮で装飾的な色彩、安定した構図など鮮やかな臨場感を与えるものであった。彼女は日本で浮世絵を学んだ経験を持つが、 朝鮮の風俗を描いた作品からは、その影響を全く感じさせないほどに、朝鮮的な鮮病になっている。正月の買い物に描かれた母子を見ると、同時期に活躍したヘレン・ハイドの作風にも通じる点が見られる。その後、第二次世界大戦により、日本が欧米諸国に批判される中、1956年、ロンドンで失意のうちに没した。 対戦中の1946年には、姉と共著で、オールド・コリアを出版した。姉夫婦との共著、オールド・コリアの差し絵、朝鮮の花嫁姉のエルスペット、エルスペット、1875から1956は、劇作家。1906年に、ジャーナリストのロバートソン・スコットと結婚し、夫ともに1915年に来日し4年半滞在。 妹のエリザベスと共にアジア各地を旅し、協著でオールドコリアを出版した。姉の夫のロバートソン・スコットは英国カンバーランドの生まれ。両親はスコットランド邸地地方出身で、父親は行商人で禁酒運動の勧誘員をしていた。いくつかの雑誌記者を経た後、農村研究を名目に1915年に来日。 1916年3月に、中日英国大使、ウィリアム・カニンガム・グリーンの要請で、反独親英宣伝のためのプロパガンダ要員となり、宣伝パンフレット、日本、英国及び世界や、ドイツの戦争犯罪を、戦場的な差し絵と共にふんだんに書き立てた、日英に過酷後の、ザ。イグノブル・ウォーリアーを丸ンから観光、英国の資金援助により、 翌1917年には、日英語兵器の月刊誌、ザニューイストを創刊した。法訳、これでも武士化を担当した友人の柳田国夫とは、日本各地の農村を調査し、1919年に帰国した後、柳田との旅をもとに、ザ・ファンデーション・オブ・ジャパンを執筆した。同年、イギリス婦人会の活動にも関わったが、翌1923年に、 コッツウォルズに転居して田舎暮らしの雑誌カントリーマンを創刊1947年まで編集に携わった。過去の活動からコンパニオンズ・オブ・オナー勲章を受訓。ありがとうございます。